たけれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は福岡県のマユミックスさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。みんなもいいけどな、ゆかこさん、もうあこんにちは、の、はい、あ、はじめまして、すいません、みたいです。よろしくお願いします。あ、ゆかこさんですか。よろしくお願いします。僕の、あの、妻が、ゆかこさんの YouTube の、あの、ファンで。ありがとうございます。めっちゃ。で、それで、あの、絶対この人取材した方がいいっていうふうに、ちょっと推薦してくれて、で、それで、生まれつきも耳が聞こえない。全く聞こえてなくて、はい、声は聞こえてるんですけど、はい、声は聞こえないですね。へぇー。大きい声を耳元で言われたりとか、はいはい、あと車のクラクションみたいなのが、はい、声とかで言ったら分かるぐらいです。あー、今、ゆかこさんは おいくつなんですっけ。私今32ですね。あ、32歳です。私今昭和生まれです、昭和生まれ。昭和、ギリギリ昭和ですか。昭和です。へぇー。え、63年生まれで、そうなんですよ。でも平成でかって昭和ですって。あ、え、あの、ご結婚もして子育てもしてるんですね。あ、そうなんです。2人産んでます。だから今は6歳と4歳。あ、6歳と4歳のお子さんがいらっしゃるんですか。はい、はい、へえ。出身はどちらなんですか。生まれは大阪です。大阪の、ほんまに大阪市内で。へえ。めっちゃ下町の。へえ。生まれですね。生まれた時からもう耳は聞こえなかったんでしたっけ。うん、そうなんです。生まれた時耳が聞こえなかったけど、はいはい、分かったのが、はい、2歳ぐらいで、へぇー、母親が後ろから喋ったり、はい、電気を消したら反応しないと、はい、名前呼んでも、はいはい、全く振り向かないから、はいはい、変だ変だって言って、はいはいはい、耳科に連れて行って、はい、初めて、あ、この子は聞こえていませんみたいな。へぇー。ゆかこさん自身はじゃあ、もうずっと無音の世界が普通っていう感覚なんですか。そうなんです。だから役に話す方は練習したんですけど、はあはあ、独身するのが当たり前だから、普通読み取るのが当たり前だから、聞こえる世界知らないから。へぇ、うん、どんな風に聞こえるか。そうですよね。うん、分かんない。ちなみにしゃべるっていうのは、うん、いつから練習したんですか。喋るのは多分それこそ難聴が分かって手を受け付けたのが2歳半なんですよ。はいはい。2歳半ぐらいから小学校6年生ぐらいまで、はい、受験で1回練習してましたね。へぇー。なんて先生がいて、はい、教えてもらいにフィードバックが鳴るじゃないですか、はい、これが R ですって言われても、はいはいはい、正解は分かんないじゃないですか。口の形はあっぽくできても、はい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 、どんな風に喋ったらいいか分かんないじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱり喋れなくって、はい、でなんか舌の位置とかを教えてもらったり、なんか英語のさ、よくある舌の位置あるじゃないですか、はい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 、ああいうので教えてもらったりとか。へえ。あとはなんか家業だったら、はいはい、家計家計家とかだったら、はい、上位をする位置から、はいはい、かって言うんですよ。で、下の位置が上がりをするときに止める位置からカッて始まるんですね。はいはいはい。だからお茶を入れられて、はい、カッて言うみたいな練習をしてるうちに、へぇー、言えるように、そうそう、だんだん言えるようになって。すごいです。え、だって、わかんないですけど、うん、ゆかこさんみたいにこんな喋れる人ってそんないっぱいいるもんなんですか。みんながみんなそうじゃないんですよね。私の世代だと少ないかもしれないんですけど、はい、
今の若い子たちは、はいはい、インターネットっていう機械があるから、おそうなんか要は耳の中に機械を埋め込んじゃうんですよ、聞こえるようになるための。あ、ここに座ったんですか。そしたらその機械を埋め込んじゃうから、はいはい、すごい聞こえるようになって、今の聞こえない子は電話とかもできるようになるんですよ。すごい。そうでも私はの時はなくって、それが、はいはい、だから今はその時はできなくって、なんかあのここまで重たいとそんなに喋る人は少ないかもしれないですね。へえ、うん、すごい。幼稚園とか、うん、そういうところに行ったんですか。うん、地域の幼稚園に通って、はあはあ、そうなんです。で、その時はもう独身女子が私は得意で、発音はそんなに得意じゃなかったんですけど、小さい時は独身女子で、相手の言うことは分かってたから、あ、それで、そうそう、地域の幼稚園に普通に通って、へそうなんです。意外と普通に楽しんでました。なんかどっちかっていうと、こうリーダータイプで集まれみたいな。へそっか。え、でも集まると声は声は出せるから、で、子供も慣れてくるんですよ。私の発音がちょっと悪くても、はいはい、子供って順応性が高いから、あ、なんたら声見だろうなって。そうなんです。そう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 、分かるようになってきてて。あ、ちなみにいつも一応その、うん、僕マスクしてるからに、うん、あの取材受け取ってもらってたんですけど、うん、OK だったりしますか。あ、できます、できます。ちょっと汗かいてるかな、大丈夫かな、こんな感じ。できます。全然すごい。それでそういう風に幼稚園明るくこう、まあ、リーダータイプで、小学校で普通の小学校、いわゆる一般学級に行くんですか。そうなんです。地域のそのまま幼稚園のメンバーと一緒に地元なので、そのまま同じ小学校に上がってっていう感じですね。それって、うん、みんななんか老学校って言うんですかね、うんうん、ありますね、老学校、うん、ああいうとこに行くんじゃないですか、みんな普通っていうか一般的には。そうですね、行っても別に良かったんですけど、私自身が別にそんなにここまでなかったんですよね、地域の学校で。確かに聞こえないから、呼ばれたりしたら分かんないんですよ。うん、だから無視しちゃうじゃないですか。はいはいはい。だから全校生徒の前で、親も私も耳が聞こえませんっていうことを言うようにしてて。へー。そうなんです、そうなんです。中学校ぐらいから自分で言ってて、小学校の時は親がとか担任の先生から伝えてもらって。へー。そうなんです、そうなんです。なんかでもそれが普通だから、うん、別にその会話できると思うね。うんうん、分かんなかったり、でも授業とかは結構困ること多くて、先生が黒板を向きながら喋りません、たまに。あ、こう、はい、なんかこれがこうでとか言うから、こっちを向いてくれないと何て言ってるかは分かんなかったり、はあはあ、あと発表するときに一番後ろに席にいたりすると前を向いて発表されるから口が見えなくって、はい、お、何発表したんだろうなみたいなのは。なるほど。結構、うん、それってその、うん、じゃあ必ず由香子さんは前にしようとか、うん、そういう感じにはなんないんですか。いや、もう普通に席替えしたくて、なんか席が楽しくないですか、小学校の時に。楽しいですね。だから、はいはい、いや、でも先生は前に来ていいよみたいな感じだったんですけど、普通に席替えしたいって言って、へ、普通に席替えしてましたね。あ、なるほどね、うん、え、ちなみにその運動とかスポーツとかしてたんですか、うん、その小学校とか。そうですね、小学校高学年からテニスを習ってましたね。それはだから、それこそテニスとかはなんかその練習してて、なんかこうどんな弊害があるんですか、ちなみに。耳が、あの、聞こえない状態だと。でもそんなにあんま関係なかった。うん、あの、困るのは試合の時に相手がカウントするんですよ。サーティーフィフィティーとかって言って、そのカウントが聞こえないんですよね。だから自分の思ってるカウントと相手の思ってるカウントが違う時に指摘ができなくって、あれ、私試合今終わってるはずなのにみたいな、そういうなんか、あれ、まだ終わってないみたいなことはあったんですけど、練習の時は割とそんなに困らなかったですね。へ、あ、でもそういえば一番前とかは行かないようにしてました。なんか例えばフォアで打つとかバックで打つとかがわからないから、誰かやってるのを見て、あ、フォアなんだみたいな。へ、だから2番目とか3番目以降に並んだりすることが多かったですね。練習でね。練習の時は、うん、目でやってることをまんまやればいいかみたいな。あ、そう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 、そんな感じで。すごいですね。じゃあ普通にそういう風に独身術で、うん、あとまあ発音の練習して、うんうんうん、逆にその発音の練習にもうマスターして行かなくなったタイミングがどれぐらいなんですか。あ、もう先生が教室畳むって言って終わったんですよ、それで。そのそれが小学校5年とか
それぐらいで終わったので、そこから行かなくなったんですけど、なるほど。それまでは月に1回とかだけなので、そんなに今多くはないんですけど、行ってましたね。なるほどね。じゃあそこからもう、なんていうか、特に教室で教えてもらうことなく、こう画流というか。あ、そうですね。まあね、友達が、私ずっと大阪で育ててないですか。だから友達がみんな関西人なんですよ。はいはい、で関西人はすごい指摘するんですよ。その発音変やでとか、イントネーションが違うとか、こうやでとか言われて、そういう風に友達からも結構言われてましたね。へえ、でもそれ友達から指摘されて直せるんですか、イントネーションとか。なんか、例えばパフェってあるじゃないですか。はいはい、パフェって、カタカナで書くとパフェって読むみたいに見えるから、はいはい、パフェ、パフェってずっと言ってたんですよ。はいはい、じゃあパフェじゃないよ、パフェだよみたいな。あー、で、何回も練習して違う違うって言われて、それっぽい音になったらみんながそうそうって言うから、それに合わせて覚えるんですけど、やっぱそれのフィードバックがないじゃないですか。これが合ってるっていうのがないから、わかんないですね。たまにこう忘れちゃうので。じゃ中学校とかも普通に進学するんですか。うんうん、あ、そうなんです。普通にそのまま地域の中学校に進学して。へー、そうなんです。なんか中学校の時は私が連邦生徒の前で、私は耳が全く聞こえないのでみたいなことを言って、はあ、口を見せて喋ってほしいですみたいなことと、後ろから呼ばれても気づいてないけど無視してるわけじゃないみたいなことを言いましたね。へー、どうで、うん、中学校はどんな部活やるんですか。テニスとか。部活はあったんですけど、その両親が鍵盤の言うことも聞こえないから、そうしたらいじめられたりするんじゃないかみたいなことを言われて、やらせてもらえなかったんですよ、実は。中学校の時は。なので習い事でテニスをそのまま続けてます。あ、違うクラブチームみたいなの。あ、そうです、そうです。ずっとやりたかったんだけど、テニスを学校にはダメって言われて。へえ、あ、そうか、うん、そのお母さんそういうのがちょっと心配が、心配が心配して。そうなんですね。悔しいじゃないですか。テニスもやりたかったし、こう学校って部活がメインだったりするじゃないですか。青春みたいなイメージがあって、部活がどうしてもやりたくて、で学校で一番の高校があって、そこの高校に行ったら部活入っていいって約束して、で親がそこの高校入れるなんて思ってなかったから、いいよいいよみたいに言って、そこの高校に入って、そう、勉強して入って、すごい。で、無事部活もできたみたいな。すごいですね。部活を獲得したんですね。あ、そうです。その勉強で。部活のために。気合でというか。へぇー。そういうのがありましたね。バイタリティありますね。ガッツがある。ガッツ、そうですね。負けてきないかもしれないですね。はぁー。え、じゃそれで高校からテニス部に入るんですか、普通に。はい。部活、テニス部入って、みたいな。みんなと青春できたんですか、そこは。うん、もう念願のテニス部だし、すごい楽しくて、何も嫌なこともなく。はぁ、うん、あ、でも高校の時に結構知らないなって思ったことがいっぱいあって、タイプ会計だと1234、2234、3234とか言えてないですか。はいはいはい、そういう掛け声があるんですけど、はい、そういうの知らなくて、ちょっと1234、1234って言ったりとか、へぇ、そういうことに対するのは分かんなかったりしましたね。なるほどね。あんまりほとんどまた突っ込まれて、うん、関西だから、うん、みんな違うよとか言われて、そうそう、突っ込んでくれたりとか、いや、ちゃうで、ね、2、3、4やでとか言われるんですけど、先輩になっていくにつれて注意してもらわなくなるんですよ。違う、そう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 、後輩だと違うよみたいな。でもじゃあ普通にその一般の学級に、まあ、耳は聞こえないけれども、うん、生活できたというか、うん、学校生活遅れてたんですね。そうですね。なんか結構ここ終わってて、例えば約束の時間とかを決めるときに、はい、結構1時と2時って口の形が一緒なんですよ。1時、2時って口の形が一緒で間違えるんですよね。1時か2時か分かんなくって、で、なんとか公園に集合っていうのもなるべく自分で決めるようにしてました、小さい頃。私が決めれば間違いないじゃないですか。だから1時集合、なんとか公園に1時集合ねみたいな感じで、私が全部リーダーシップ取って自分で全部決めてましたね。それでみんなが集まってきて公園に集合みたいな。そうすると間違いがないからって思ってやってたりとかは、すごいっすね、今思えば。なんか意識しなかったけど、今思ったらそうなんだろうなみたいなのは。え、ちなみにその恋愛とかはどうだったんですか、中学高校と。恋愛は
割とどっちかっていうと彼氏いるタイプだったかもしれない。へー、うん、でもコンプレックスはあって、聞こえないことに、なんだろう、聞こえない自分なのに付き合ってくれる人がいるわけないみたいなのは結構ちょっと思うことがあって、ほうほうほう、だから割と同じ学校内とかではなくって、はい、違う学校の先輩とか、へー、そういう人と付き合うことが多かったかもしれないですね。そうなんですか、うんうん、なるほどね、うん、同じ学校の方がなんか嫌だったんですか、なんか嫌だって抵抗だったんですか、なんか嫌だったというか、なんかこうあれじゃないですか、こう自分が聞こえなくて困ってる場面って同じ学校の人は全部知ってるわけですよ。はいはいはい。で、プライドもあって、なんかもっといいとこしか見せたくないというか、彼氏には自分のいいとこしか見てほしくないから、はははデートだけやったらいろいろ自分のやりやすいようにできたりするじゃないですか、ま、学校よりは、まあそうっすね、うん、場所も選んだりとか、そういう感じで結構同じ学校の人は付き合わなかったことが多かったんですけど、でも別にそんなに、うん、彼氏はいた方かも、高校もた中学はそんなになかったけど、中学って遊びみたいな恋愛だったけど、はいはいはい、高校大学は普通に、あんまり切れないタイプというか、切れた間にやっぱり聞こえないから彼氏できないんだとか言ってるタイプめっちゃ連絡されたタイプでしたねなるほど、でもすぐできるんですね、割とどうですかね、長かったですね、でも一人当たりが1年とかは付き合う感じかもしれなかったですね。へー、ちなみにその中学校とか高校とか大学とか行くと行ってる中で、なんかどんな風になりたいとかあったんですか、将来の夢みたいな、こういうことしてみたいなとか。夢は役になくて、なんか小さい頃にパイロットとかになってみたかったんですよ。ほう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 。でも耳が聞こえないとパイロットになれないんですよ。あ、そうかそうか。そうなんです、危ないじゃないですか。だからなれなくって、その時に、あ、聞こえないといろいろ選択肢ってないんだなって思って、で、なんか先生とかも結構大変じゃないですか、こう子供とコミュニケーションしなきゃいけないから、うん、保育士さんとか学校の先生も大変そうだなと思ってて、はいはい、だから逆にこれになりたいっていうよりかは、聞こえなくてもできるものって何だろうみたいな、なんか純粋な夢みたいなのは結構早い段階から持ってなくって、あー、じゃあ自分が何ができるのかを探すっていうのが、あ、そうなんか探す日常というか、そうなんか電話もできないから、あー、なんか大学の時にテレビ局って面白そうなって思ったけど、なんかいろいろ調べたら結構無線の連絡が多くて、はいはいはい、テレビ局ってこんな無線多いんだと思って、あー、見れば聞こえないときつそうだなとか、はい、音のチェックとかも多いじゃないですか、はいはいはい、いろんなそういうのが来て、あ、なるほどなみたいな、じゃあこれはできないみたいな感じで、自分が働きやすそうなところとか、はいはい、自分らしく入れるところって何だろうみたいなのを探してる感じだったかも、もう夢があるっていうよりかは。へ、じゃあ大学3年生とか、うん、4年生だったら就職活動が出てくるじゃないですか、うんうん、はいはい、始まりますね。その時は どういう風な動きをするんですか。3年生で就活が始まって、その時は私の場合は障害者だから、障害者枠、いわゆる障害者採用枠っていう、はい、身体障害手帳があると入れる枠があるんですよ、はいはい、それと一般枠って普通の人と変わらないような就活があって、はい、どっちにしようかなって悩んで両方ともいろいろ受けてみたんですね、はいはいはい、基本大企業でまず会社が面白そうなところを選んで、はいはい、ジャンル1個に絞って、例えば化粧メーカーだったら資生堂、化学メーカーなら買う、電気メーカーはソニーみたいな感じで、でも誰でも知ってる企業ばっか受けてるんですね。あ、そうですね、割と大学が割とみんなそういう感じで、国立行ってるんですよ大学。どこの国立行ったの。神戸大学っていう神戸にある国立に行ったんですけど。すごいっす、頭いいっすね。ありがとうございます。だって1位、そっか、地域で一番の学校でまず行ってるんですもんね。はー、そうそう、だから割とみんなもそんな感じで行ってて、大企業ばっかりでしたね。あとはテレビも TBS 受けてみたりとか、そういうなんか一個ずつとりあえずチャレンジしてみようと思って大企業ばっかり受けましたね。というよりかは知らなかったって、私かも、他の
企業を、まあ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 、あんま分かんなくて知ってる企業ばっかりだったっていうのも。へえ、それで最終的にはどこにどういうふうに受かるんですか？受かったのは結構多くて、そうそう、なんか割と多分障害者もあるから受かりやすかったとは思うんですけど、ソニーとか、あと花王さんとかサントリーさんとか、めちゃくちゃ少しね、なんかそうそうそう、割と就活は結構良かったですね。へー、そんな、だってそんな名だたる企業何個も何個も受かれまくってる人あんまいないんじゃないですか？そうですかね。でも私の場合はなんか本名がソニーだったんで、そこですぐに就活やめたんですけど。ソニーはそのなんで入りたかったんですか？ちなみに入りたくて。その入りたい理由は？理由は何か、なんか、はい、いろんな会社を受けに行くとなんか集まりたからじゃないですか。就活中に会社の集まりみたいなのがあって、はい、いろんな会社を見に行ったりとかできるんですけど、その時にもう群を抜いてソニーの社員さんって変人が多かったんですよ。変な人が多くて、なんかぶっ飛んでるというか、はいはい、そういう人が多くて、あ、こういう私ハマった人がすごい好きなんですよ、はいはいはい、だからそういう人がいっぱいいるってめっちゃ面白そうと思って、へで、ソニーの人事部だったらそういう変な人一番いるんじゃないかと思ったんですよね。大丈夫なんですか、その人事部。なるほどね。そう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 、そう、しかも面接しますもんね、人事部だとね。そう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 、だからどんな思考なんですかみたいな。そう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 、だから人事だったら会えそうと思って人事部希望したんですよね。だから顔とかだったら海外まあ希望でしたね。へー、だから全部人事ではなくてソニーはたまたま人事みたいな感じで。へー、うん、それで、うん、ソニーで結局どんぐらい働くんですか？7年ぐらいですかね。へー、は働いてますね。そこでは、うん、なんかずっと人事部ですか？やっぱりずっと人事部で。も私は現場で働きたかったから、はいはい、現場の人事に行きたかったんだけど、はい、誰かちょっと本社機能の人事に7年間いましたね。あー、うん、じゃあそれは何ですか、そのやってる中でちょっとモヤモヤしてたんですか？なんかもっと違う仕事したいなとか思わないけど。いや、どっちかっていうと楽しかったですね、働いてて。仕事自体はなんかチャンスをもらえると、なんか課長とか上長によって全然違ってて、はいはいはい、障害があっても関係なくやらせてくれる課長さんと、はいはいはい、障害があるから課長さんがまで仕事をセーブしちゃう課長さんっていたんですよ。だから課長が仕事をセーブしてくるときはすごい嫌でしたね。チャンスがなくて、みんな同じことやってるのに自分だけいいよいいよって言われたりとか。へー、こっちにこうプロジェクトがあったとしても、なんだか誰かのサブで入るとか、はい、そういうことが多かったりとかして、はい、なんかそういう時はもやっとしてましたね。ああ、そうです、そうか、そういうので悔しい思いすることがあったんですね。結構ありましたね。で、逆にその次すごいいい課長に当たったらやったみたいな、もういろんなことチャンスをらせてもらえる。ちなみに人事部の仕事的なチャンスってどんなところですか？なんかいろんな仕事があるんですけど、私がやってたのは要は残業とかをチェックしたりとか、はいはいはい、就業規則って会社の規則とかを作り変えるときに、はいはい、自分の担当部分勤務とか両立支援、その育児とか介護とかで休みする人とかのところで、そういう人たちの規則が変わるんですよ。国の法律が変わったりとかするから、はいはいはい、そういう時にチェックしてやったりとか、あとはこう勤務とかって基本は偉い人が、その課長とか部長が見るじゃないですか、部下の勤務を。だからその部下とかの勤務とかをちゃんと見れてますかみたいな確認をしたりとか、はいはい、そういうような仕事をしてましたね、私の場合は。でそういうふうに、うん、まあ、仕事、まあ、まあ、上司によって、うん、浮き沈みあるけど、うんうん、楽しかったのに、なんで辞めるんですか？なんか子供が生まれたんですけど、2人ソニーにいる間に。なるほど、ソニーにいる間に、うん、ちなみにそのご結婚はどんなタイミングなんですか？どういう出会いから？いや、3年目とか、はいはい、4年目ぐらいにもう生まれてる気がする、1人目は。へー、いつから付き合ってたんですか、旦那さんと？夫と付き合ったのは社会人1年目。へー、付き合って2年目で結婚したんですよね。へー、どこで出会ったんですか？出会ったのはキャンプで出会って、キャンプなんかすごいねとか言われるんですけど、友達が友達を連れて行って、はいはい、ウェイクボードって分かります？船に引っ張ってもらうスノーボードみたいなのがあるんですよ、
あれをやるメンバーばっかりが集まってキャンプをするっていうのがあって、はいはい、そこで出会ったんですね。だから会社とか全く何も関係が。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです、ね、そこで出会って、うん、さ連絡先交換してみたいな、もうベタに。もう出会いで会って2ヶ月後ぐらいの時期やってみたいな。へえ。どっちからアプローチしたんですか。私がすごいいいなと思って。へえ。どんなところに惹かれたんですか。でもね、その1日目は、出会った初日は、すっごい二人ともベロベロだったんですよ、お酒を飲んでて。はいはい、はい。だからなんか、あんまりかっこいいとか思わなかったんですけど、はい、2日目ぐらいに、すごいなんか、夫がメンバー集めてるキャンプだったので、はい、いろんな人に気配りをしてて、結構気が利くというか、はい、いろいろ見てて、あ、すごいちゃんと見るんだなって思ってて、はいはい、私が耳が聞こえないことも伝えたら、すぐに対応してくれるっていうか、あ、そっち見せたような感じで見せてくれたりとかして、考え方がフラットというか、みたいなこと言わないというか、うん、聞こえないんだ、ふんみたいな、どうしたらいい、ふんみたいな感じのフラットな感じだったし、いいなと思って。あとは顔も結構好きだったっていうのもある、顔なるほどね。へえ。年齢的にはどんぐらいなんですか。うん、年齢的に24年の時に出会ったかな。あと、夫が4つ上で。あ、4歳年上で、うん、へー。だから26とか。へー。ちなみにそのお子さんは結婚してからできたんですか。うん、して1年半ぐらいしてからできてますかね。へー、うん、あと結構しかったかも。生まれてきて、うん、ゆかさん耳が聞こえないじゃないですか、うん、で、子供喋れないじゃないですか、うん、その泣いてるとかとかどうやって聞くんですか。聞こえないんですよ。だからすごい大変で、絶対目の届く範囲で見てもらうみたいな。ああ、そうっすね。そう、だから夜とかは寝ない、寝なくて、夫が仕事から帰ってきたらそこで初めて寝るみたいな。ああ、で寝てる間に泣いたりしたら起こしてもらうみたいな生活でしたね。じゃあ睡眠時間じゃめちゃくちゃ短いってことですか。短いです。だからすごいしんどくて、産後入れないけどすごいしんどかったから、ネットフリにハマったんですよ。え、ネットフリックスとかフールみたいなのにハマって、海外ドラマにハマったんですよ。で、なんかすごい頭がもう眠たいんだけど、頑張って起きなきゃいけないって時にプリズンブレイクとか見てもっと見て、へぇ目が覚めるみたいな話してて、ね、そういう風にはやってたんですけど、やっぱり鳴き声がわからないのがしんどくて、なんかあの絶対お風呂とか入る時も、はいはい、お風呂場のドア開けたまんまおシャワーバーって浴びてみたいなことやったりとか。あ、赤ちゃんを置いといてというか。そう、あの隣のはなんていうの、はいはい、立ち以上の洗面所に置いてみたいなとか。はい、結構なんか鳴き声がわからないのは結構困ることが多くて、ベッドから落ちたりして泣いても気づかないんですよね。はあ。だからそういうのはすごい気にしてましたね。ね、どこの時飲んでるから。はあ。やっぱそうなんか若かったから濡れ切れたのもあると思います。はあ。今だったらしんどい。なるほどね。4歳と6歳だから割と産んですぐまたちょっと社会復帰する、仕事復帰するけど、また産休入るみたいな感じなんですか。うん、そう、でも0歳で復帰してるから私。へえ。そんなに休んでないんですよね。あ、そう。なんか休むのもなんか3年目とかだったし、休めなくて、そんな申し訳なくて、だからもう産んで、でもこの子に難病があったんですよ。あ、そうなの。そう、難病、病気があって、この子はどんな難病なの。なんかね、50万年に1人の骨の難病なんですけど、なんか手足の左右差があったり、左がこれから伸びなかったり、左腕が曲がってて最後まで伸びきらなかったりとか、そういうのがあって病気があったんですね。で、首とかもなんか圧迫してて、神経をちょっとでもコンってやったらもうこっからしたらゲーム麻痺になるよとか言われて、ちょっと怖すぎると思って、抱っこしてる時も気をつけてみたいな、もう絶対そっとこう抱っこしてとか言われて、そうで、なんかそういうのがあって、それを生後3ヶ月ぐらいで首のところを手術したんですよ。取るというか、圧迫してるところを取る手術をして、で、そこの後ね、復帰しましたね。それの難病はその治ったんですか。治る、治らなくって、もう骨の病気だからずっと付き合っていくしかないんですけど、
まあ、なんか成長とともに左右差ができてくるんですね。足の高さが違うとかそういうのができるので、最初のうちは厚底靴を履いたりとか、そういうような生活を結構してて、あとは発達も遅かったから、首座りとか歩き始めたかが普通の人よりもだいぶ遅かったとか、そういうのはあるんです。それが1人目のお子さん。そう、上のお子さんの時に、そう、なんか産休入ってても9ヶ月とか8ヶ月9ヶ月ぐらいの時にエコーでこう見るじゃないですか。その時にあれなんかちょっとおかしいかもみたいに言われて、大学病院に転院してって言われて、大学病院に転院して調べてもらったけど、やっぱりわかんないみたいな、なんかありそうな気もするしなさそうな気もするみたいな。で、分かんなかったから、とりあえず、もうしかないじゃないですか、もう、大きいから中も。で、そこで産んでみたいな。産んだらやっぱり、難病があって、みたいな。でもじゃあ、今の、その6歳のお子さんの状況としては、運動機能的な、そうですね、今の子供の状況としては、なんか去年、足の手術をして、足を伸ばしたんですよ、足の骨を。これやり。で、そういうのがあるから、今は歩いたりとかできるようになってるんですけど、でも足がまだ曲がってる状態、悪い方の足がこうピンとまっすぐなんじゃなくて、まだちょっと曲がってる状態なのとか、あとは手、関節拘縮って言って、手がこう固まってる感じなんですよね。だからこうまっすぐならなくて、このまま固まっちゃってるみたいな感じだったりとか、あとはなんか骨関係だから、耳とかも骨があるし、肋骨とかも骨があるから、そこは全体的に悪いっていう。こういう状況で普通に一人で登校できるんですか、学校とかには。そうですね、なんか保育園の時はその首のことがあるし、どうなるかわかんないからダメって最初言われてたんですけど、入ったらなんとかなって問題なくって、で小学校、今小1なんですけど、今は普通で学校行ってますね。体育とかが難しい、縄跳びとかまだちょっと難しいんだけど、まあ、大人になったらそんな運動も関係ないかなみたいな。まあね、そうですね。そうそう、なんか、運動がちょっとまだ苦手なんですけど、歩いたりとか、学校まで歩いて行ってみたいな感じで。すごいな。そうなんですよ。だから今になって、やっと先が見えてきたというか、赤ちゃんの時って、どうなるか全く分かんないし、難病すぎて、なんか年齢がないんですよ。こんな風に大きくなるみたいな、年齢が全くなくて。はいはい、イメージがつけなかったんですけど、この子は歩けるのとか、この子は座れるのとか、全く分かんないじゃないですか、赤ちゃんだと。それがすごい不安でしたね。でもそんな難病を持ってしまってるから、普通の、普通っていう言い方は確かなんですけど、まあ、一般の子供さんよ、手間がかかるじゃないですか。でもそれも働けたって、なんかみんな協力してくれたんですか、分かんないですけど、その、ご家族なのか、ご両親なのか。私がおしっこに、そうな子が生まれるとは思ってたんで、もしかしたら可能性として、出るではないかなって思ってたんだけど、全然違う南米の子が生まれて、すっごいショックで、もう泣き崩れてて、なんかもう、なんだろう、自分は耳も聞こえなくて、他の人よりも苦労してるのに、で他の子は普通の健康さな子でも産んでるのに、なんで自分だけこんなしんどいもばっかりしなきゃいけないんだろうみたいな感じで、すごい泣いてたんですよね。泣き崩れてて、で、なんか子供のことも今はめっちゃ可愛いけど、その時はもうなんか先も見えにさすぎて可愛いとかじゃなくて、もうなんか頑張って生かさなきゃみたいな、そんな感じで、もうすごいなんか、なんだろう、どん底みたいな感じだったんですよ。で、それでもうちの夫とかは、生まれちゃったんだからしゃあないじゃんみたいな、なんかできることを頑張ろうよみたいな感じで、やっぱずっとフラットなんですよね。なんか私の障害と同じ感じの捉え方で、まあ、この子が、上の子が生きやすくしてあげようみたいな、できることをやってあげるしかないじゃんみたいな感じで、そんななんか考えても変わらんからしょうがないよみたいな。でそれはそれですごい励みになったし、なんかいざとなったら夫はなんかこう、私がもしもその子供のことを育てられないって思ったとしても味方になってあげるみたいな。世間から一切いろいろ言われても
分だけは髪型でいてくれるみたいなことを言ってくれたんですよ。それにすごい救われて、なんかなんだろう、逃げ道ができたというか、いざとなっても誰か一人は絶対髪型がいるみたいな安心感があって、でもう一つはうちの母親もでかくて、うちの母親もまあ、私っていう子供を慕ってるから私が育てられないみたいな、もうこの子病気もあって私もその聞こえないし、こんな環境でこの子を育てることは無理だみたいなことを言いながら泣いたんですよね。ほんまに新生児ぐらいの時に、そしたらうちの母がいいよみたいな、私が育ててあげるから育てられないと思ってもいいんだよって言って、普通だったら頑張れないよとか言われないですか。でもそんなことはどっちも言わなくて、それがあってすごい、なんだろう、頑張ろうって思えたっていうか、なんか最後に取り出ができたじゃないけど、ほんまにいざとなったら逃げれるから、一言になるまで頑張ってみようみたいに気持ちが切り替わったのが、もう家族のおかげでしたね。すごいですね。本当にそれは本当にすごいなと思ってるから今でもやっぱり尊敬してますね。でもじゃあそれ、まあ、みんなサポートしてくれるおかげもあって、普通にそういう状況でも社会復帰もしてるとか、そのお仕事も復帰してるんですもんね。復帰しましたね。やっぱり私は仕事人間なんですよ。あ、そうなんですか。なんかこう家で専業主婦とかが向いてるタイプではなくて、なるほど、働きたいタイプなんですよね。だからまあ早めに復職したいって言って、ずっと子供といたらしんどいから復職したいって言ったけど、保育園がダメって言われてて、はあ、病気があるから、受け入れてくれる保育園が全然見つからなくって、はあ、で医師に診断書書いてもらって、はあ、プラス何かあっても全責任は家庭で取りますっていう話で、なんとか保育園に、あ、入れてくれるとこ見つかったんですか。あ、そうなんです。なんとか看護師さんがいる保育園みたいなところに、へぇー、大変ながら育てやりながらソニーやってて、うん、ソニーを辞めるきっかけは何なんですか。そこから二人目を産むときにちょっと産休入るじゃないですか。産休入るときに、はい、あ、やっぱ上の子が病気があると選択肢がないんですよ。例えば習い事とかでもそうだし、いろんなこと、保育園もそうだけど、はいはい、何でもかんでもできるわけじゃなくって制限があるんですよね。プラス療育って言ってリハビリしたりとかそういうこともやるんですけど、それも選べないんですよ。あなたはここに住んでるからここの療育センターに行ってくださいみたいな、はいはい、だから他のところっていい先生がここにいると思っても行けないんですよ。 あなたはここで住って決まってるから、はいはい、そういう選択肢がなくってすごいもやっとしたんですよね。もう障害者って選択肢がないんだなと思って、で改めて自分自身も聞こえないから、やっぱこう同じ聞こえない子供を持った親御さんとかのなんか助けとかできるかなとかぼんやり思い始めたんですよね。その時はもうまたデフサポの放送とかもなくって、なんかできることないかなみたいな感じで、こう自分自身も障害者だけど障害を持った子の親でもあるから、この時の絶望感とかしんどさってすごい分かるんですよね。どん底のちょっと辛さとかそういうのが分かるから、話聞いてあげたりとかそういうのができるかもしれないなって思ってたんですね。そこからちょっとホームページをやり始めたんですよ。自分自身は耳が聞こえないけど、別に人生不幸ではなくって、今みたいに小学校も中学校も地域の学校で通ってるけど別にアニメとかもなかったし楽しかったよみたいな、そういうようなこうプラスポイントというかポジティブな感じでブログを始めたんですね、はい、そしたら結構そのブログを見ていろんな親御さんが勇気くれたとかすごいいろいろコメントくれたりとかして、その親御さんと会う機会を作ったんですよ。2人目産んですぐぐらい、はい、その前もほんまに人間っていうのお腹パンパンの時に行って、でその時になんかいろいろ聞いたんですよ。なんかどんなことに困ってるんとか、みんながどんな風に悩んでるのかとか、そういう時に親がみんな自分は耳が聞こえるから子供にどんな言葉を教えたらいいのか分かんないとか、
後はどんな風に子供が困るのかが分からない。小学生で一般的に聞こえなくて困るのは分かるけど、じゃあ例えば友達のどういう場面が分からなくて困るとか、はいはい、私は体験してきてるけど親は聞こえてるから分かんないじゃないですか、そういうところが分かんないみたいなことを言われて、そういうなんか要は体験系とかは参考にできることがいっぱいでね、私の経験とかが参考になるなと思ってちょっと始めたんですよ、それを。ああ、教材作り始めたり、あ、その産休中に、そう、育児休職中に、ゼロさんの時に作り始めたんですよね、それ。で、上の子もいたんですけど、まあそんな子供だからすぐ寝たりとかするから、合間の時間をずっと教材作ったりとか、いろんな構想を会社にしようかなとか、いろんな構想を考え始めて、でも復職するんですよね、別に。会社戻るじゃないですか。その時に、今やってこの仕事を副業で会社で働きながらデフショップをやりたい最初は思ってたんだけど、本当のデフショップで支えてる親御さんの数が多くなってて、育児もあるじゃないですか。育児もあって、会社でも働いて、デフショップもやるとなると時間が足りなかったんですよ。家事もあるし、どれを取るかみたいな時に、会社の仕事を週に働いて、どこでデフショップに当てたいって言って会社に相談したんですよ。週には無理だなって言われて、なるほどね。まあ、今はね、そういう働き方も増えたけど、当時はなくって副業保険だったんだけど、週には少なすぎると。なるほど。副業ってか、もうソニーの方が副業になっちゃうんですもんね。あ、そう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 、へえ。それだったら厳しいって言われて、でも結構悩んでて、うちの夫も経営者なんですよ。で、私も経営すると困難になるじゃないですか。家庭がね、そうそうそう、安定しないというか、だから大企業の安心感も子育てには必要かなと思ってて、夫が困難だからこそ、自分は自分でソニーにいるべきかなとかもすっごい悩んでたんですけど、ソニーの先輩とか、あとは会社の友達もそうだし、自分の友達にもいろいろ相談したんですよ、どう思うみたいな。そしたら絶対なんとかなるし、デフショップの方がソニーの仕事は誰でもできるけど、困ってる親御さんを助けられないとかしかいないから、もう絶対やった方がいいよみたいなことをみんなが言ったんですよね。で、それがきっかけでもう株式会社化して、すごい。じゃ、それで今も3年目ってことなんですかね。あ、そうですね、もうすぐ年目になります。すごい、ね。でもなんか最初の2年は無給だったんですよ、給料なしで。え、最初の2年間、全部ボランティアってことですか。ボランティアですよね。なんか株式だから本当に良くないんですけど、スタッフにお金払ってたけど、あ、自分の給料は無給でやってて、そうだ、手伝ってくれた人の給料は払うために、そのなんかお金は取れるようにしてるけど、うん、でもそうか、自分にもう買いがほぼないってことなんですね。あ、そうなんです、そうなんです。できついなと思ってて、5年間やって、最初の3年間で黒字にならないんだったらやめようかなって考えてたんですよ。やめるというか、パタッとはやめないけど、ちょっと副業とかそういう感じになろうかなとか悩んでたんですけど、まあ、結局2年目から黒字になったから、まあなんとかなるかなみたいな。そう、黒字にできたなんか要因は何なんですか。でも教材をやってくださる親御さんが増えたっていうことと、あとプラス企業研修とかでしかね、会社の講演とか企業研修の単価がバレて高いから、あー、そこそこそこ、そっちでもらえて、で、ただなんかやっぱり黒字になっても、一人だと黒字になってもスタッフ雇うとまた赤字になるみたいな、あー、バランスが難しくって、やっぱどうしても最初は教材作成を入れるからやってるから、はいはい、赤字にしかならないんですよね、あー、やっぱ作成費用が、そこ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 、うん、元手が必要ですね、うん、投資、そう、投資がすごく大きかったなっていうのは。YouTube とかもやってらっしゃるじゃないですか。あ、そうです、そうです。あれはいつから始めたんですか。あれはそれこそ本当に、はいはい、去年ですね。あ、それなんかきっかけあるんですか。きっかけはなんか前々からなんかブログを変えてたんですけど、ブログって文章だから変わったから見えないじゃないですか。はいはい。で、なんか文章よりは自宅は動画で喋った方が見たこらしさが出るみたいな、文章だとお堅い感じみたいなことをずっと言われてて、でも YouTube って編集があるじゃないですか、はいはいはい、耳が聞こえないから編集できないんですよ。おお、はいはいはい。で、私 YouTube 初めて知ったんですけど、効果音っていう言葉をまず初めて知ったんですよ。
あー、効果音ってアニメみたいな。動画にそういうものがついてるってことは知らないですか？知らないんですよ。で、YouTube 見たことがあるけど、テロップしか見たことがないから。はぁ、だから、その後 YouTube 始めて、一本目出したんですよ。はいはい、何もせずに、はい。そしたら、えとこの YouTube って BGM がないから静かねって言われたんですよ。はい、で、そこで初めて BGM って何みたいな。で、うちの親にいろいろ聞いたら、はい、なんか親が、なんか例えば、ドッキリした後はてってれーとか言ってるんだよみたいな。てってれーって聞いたらみんなあ、ドッキリっていう風になんか擦り込まれてるんだよねとか言われて、はえ、そうなのみたいな。だってってれーがドッキリって変じゃんみたいな。私からするとなんでてってれーなのみたいなのもあるし、へしかも音が2つあるっていうのも違和感なんですよね。なんかBGM と音楽と人の声が両方してくるわけでしょ。はうざくないのみたいな。1個でいいじゃんなるほどね。なんでそれがいるのとか、すごい不思議で。え、それ今誰がやってるんですか？今は編集マンがやってます。今は最初から編集マンにも慣れてて。そうか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 、うん、YouTube はもうヤホーって決めた時に編集があるからこれやわって言った時にその知り合いの人がやった方がいいよみたいなその編集をお願いすることはできるから、はあはあ、スポッと喋ってそれを編集してもらったらいいじゃんみたいな。なるほどね。そうに言われたんですよ。はぁ、で、YouTube もだって1年ちょっとですね。だって数万人いますよね。あれまだ何万だろう。まだ6万弱ですかね。5万9000。ああ、いやいや、でもね、普通になんていうか、そのデフサポの広告だと思ったら全然なんかすごくないですか？うん、あ、そうなんですよ。会社のことを知ってもらえる、ね、そういうことを思ったらもうすごいありがたくて。そうですよね、うんうん、まあ、それでの利益がどれぐらいかというのはちょっと分かんないですけども、うんうん、なんか耳が聞こえないってことも知ってもらえるし、デフサポって何だろうって思うの私がまず それで調べてくれたりとか、やってよかったなってめっちゃ思います。いやすごいっすね、うん、今後こういうことやっていきたいとかありますか？今後は、はい、なんか難聴の子供とかが将来いろんな選択肢が取れるような社会にしたいなと思ってて、障害のある子供とかが、でなんかその時にどっちも必要だと思う。難聴児側のスキルも必要だし、社会も両方とも知ってもらうっていうのが大事だと思ってて、興味がなかったら知ろうとも思わないじゃないですか。わざわざ聴覚障害とか調べないじゃないですか、はいはいはい、だからなんか YouTube とかで気軽にへーみたいな、耳が聞こえないってこんな感じなんだみたいなことを知ってもらって、はいはいはい、近く身近に感じてもらえたらすごいいいなと思って、あ、子供たちの選択肢はすごく増やしたいなと思ってます。プラス、デフサポで今やってるサービスってのはどんなことなんですか？デフサポは主に3つやってて、1つ目がさっき言った教材で、はい、難聴児の言葉の教育、はいはい、まあ、あとカウンセリングみたいな感じで親御さんの悩み聞いたり、親御さんに聞いてこの子はこんなレベルだねみたいな教材の話をしたりするっていう、まあ、教材のサービスが1つ目あって、はいはい、2つ目にあの会社とか企業さんが障害者雇用をしたことがなかったり、したはいいものの、お荷物になってるって言ったらあれだけど、うん、キャリアアップができていない障害者っていっぱいいるんですよね。そういう人たちと一緒にキャリアアップをさせたりとか、チームビルドをやったりとか、要は研修とかコンサルをやってるのが2つ目で、3つ目が難聴のことを一般のいろんな人に知ってもらおうっていう。あ、多分それが講演と YouTube の。あ、そうですそうです、うん、あ、なるほどね。そんな感じですね。すごいですね、バイタリティありますね。すごい。本当ですか？いやいや、だってね、うん、でもまあやっぱり子供が生まれたことがきっかけだなと思ってて、全部この障害を持った子供が生まれてなかったら多分ずっとソニーで働いたと思います。あ、そうですか。なんか不満もなかったし、私はなるね、働いてて嫌なこと言うこともあるけど、別に辞めたいとか思うほどの不満もなかったし、あ、すごいな。多分ソニーに寝たんだろうなって思うと、やっぱうちの子がすごいきっかけの一つだなってものすごく。なるほどね。じゃあ、ヨガコさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあまた連絡します。ありがとうございました。
気まぐれのさよならをいつでもなかったことにできるよ。生きてさえいればいい。自殺なんてないのさ。誰が君を殺した？